く。虫が顔の前にカバシラみたいなのが、あ、心当たりで大体終わりかな。とりあえず自分お疲れ、お疲れ様自分。じゃあマイクもちょっと胸元につけなさと思います。まあこの後もハーハーいうところは何か所かあるはずなんですけどね。ここから先もうちょっと行った先で分岐があって、右側に下って芝平峠で、そこから左に返して、何峠だったかな、もう一個なんか別の峠があるんですけどね、そっちに向かって若干最後の上りがあった後、月峠の方に下って行って、で千野に降りると。あ、そうだ、ここ電波は、ここも電波ある。じゃあこの林道もしかして全部放送できたのか、もったいなかったな。まあここまではだいたい歯入ってるだけですけどね。しかも放送で受け答えしてるとその分疲れるけども、せっかくだったら放送してもよかったかな。うわ、さっきから目の前にあのカバシラ的なやつがずっとこの私のこの手と体と自転車でできる三角形の間を飛び回ってた。ついてくんな。よいしょ。またなんかメガネ虫がついた。また虫が、うっかりすると吸い込むからな、鼻から。よいしょ。またあれだ、ツツジだよなこれ、多分ツツジです。あれ、また少し登ってるな。
見て見て見て、うわっ、うわっ、怖っ。なんか虫が多いな。それからバシバシ当たっていく中型のやつがいるんですよ。ちゃんと避けろ。おー、そう、復活した。いつもの長いダートから抜けると思うんですけど、舗装道路となら結婚してもいいとか思いますね。ちょうど高峰線か、この林道は。てか林道じゃないのか、これ町道なのか。というわけでダートを走り終えました。多分、ふう、これでガタガタで手が痛くならず済む。で、左に行ったら近道なんですけど、右側にぐるーっと回り込んで芝平峠をゲットしていきます。ゲット、ん、違うか。お、またお風呂違ったか、入るんじゃないのか。地図だと右下というか、南東の方か。よし、ん、あと通行止めの知らせ、歩道工事のため6月18日から8月10日の間、高遠長谷方面への通行はできません。で、この町道の右下側をずっと通って、ずっと舗装路があるあっちの方が通れなかったのか、もしかしたら。あ、でもこれあれだな、土砂崩れで通れないんじゃなくて、これ工事中だから通れないから、さっき向こう側で見た看板とは違いますね。よし、あー、うわー、楽ー。しかも下りで神経使わなくていいし。でもまあダートは走ったら走ったで達成感はあるんですけどね。登りも楽だな。あれまで登るか。Ah.
この女、もうちょいでピーク1348超えて、で一気に下りか。いや一気でもないな。あ、違う、1548か。よいしょ。カラス。う、虫、虫。では、耳の中入った。よっ、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 
お、おお、カラス多い。カラス多い。おお、下る下る。そして肌寒い。もうさっきから日が照ってないから、ウィンドブレーカー早めに着とくか。カーブの外側でやった方がいいな。手が痛い。ダートのせいで、昨日の峠登りの時の腕力、使った腕力かな、これは。ウエストバッグを付け直し。巻き直して、よし。あ、そうか、マイクが。マイクをウィンドブレーカーにつけ直し。あれ、マイクは。マイクどこ行った？忘れてた。これでよし。うん、あったかい。あ、これが芝平峠か。で、右に曲がるのが、右に曲がるのが、がさっき通ってきたところの下の県道かな。それっぽいな。
あの子、今の声は鹿か。また尻が白いのが逃げていく。4頭目。あれ？ 5 頭目だっけ？ 4 頭目だっけ？バタイラ峠。ん？ん？こっから左に急に折れる道が、あれダートだ。こっちはまたダートなのか。あっちになんとか峠がまたあるはずなんですよ。峠の火はないのかな？ないな。で、今ここから、この千代田湖っていう方向に行く方向かな。今行こうとしてるのは。ん？違うか。まあいいや。で、1、2、3、4、5サロになってるのか、これ。お。デジカメのバッテリーが切れそうなんで、ついでにここで交換していきます。モバイルブースターも切れてるな。鹿鳴いてますね。ポタファイ1個終了。あれ、ポタファイこれで丸1日ぐらい持つんじゃなかったかな。エネループ中かモバイルブースター1個で。確かこっから次の峠に行くまでに急な登りが1個あったはず。iPhone もやばいな。現在地がここで、こっからしばらく下って、そっからまあ 40m ぐらいの森か。大したことないな。街道記念碑、開く道記念碑しかないんですよね、ここは。ないな。よし、じゃあ次。
わ、ダートだと下りでもハンドルしっかり持って注意してないといけないから、下りがあんまり楽じゃない。やっぱ舗装路偉大だな。よいしょ。いいかも。おお、またスカーだ。ボタンファイの交換でデジカメの電池交換忘れてた。近いな。言ってるんですかね、あれは。警戒してるのか。よし。ロードバイクが置いてあるっていうのは、これはどういう、ここはなんということでもないな。で、この先登るのかな。
道間違えてないような、ちょっと間違えたかと思ってびっくりした。こうでこうで、何沢峠だっけ、金沢峠か。次行こうとしてるのは、不動産とお不動産があるのか。山の神入り口、ちょっと耳が痛い。ヘルメットが傾いたかな。
さっきのバイクの人か。さっきのバイクだ。記録に残すために一応写真を。この暗さだと乗りながら撮ってると、まあダートで危ないっていうのもあるし、これじゃものすごくブレてしまうので、足中痛え。よいしょ。背中というか肩周りかな、肩周り、首周りが結構、これ GoPro 乗せてる分が首に負担かかってるのかな、やっぱり。これ純正のハウジングつけた状態で頭にマウントすると、そのハウジングの重さと重心がも今つけてるこの方式よりも、手作り方式よりも高いところに行くので、ヘルメットが振り回されてすごく辛いです。でそれと比べれば今のマウント方法の方が楽なんですけど、それでもやっぱずっと長時間乗ってると、それなりに疲れに影響するのかな。しかもダートでガタガタ、体揺れっぱなしだったから。おお、芝平峠と金沢峠はずいぶん標高差あるな。芝平峠とかだいぶ下ってきてるはず。まずは平洋林道。またでででで で金沢四川林道。でここでもちょっと電波チェック。
電波ある、ずっと電波あるな。とりあえずこの後は杖付き峠のとこから放送するつもりです。でも杖付き峠本当は電波ないはずだよな。林道からここまで全部電波あって、あそこだけ電波なかったら悲しすぎる。なぜかそこに野球のグローブか、古いグローブが、そのあそこの金景金山かの下に引っ掛けてあります。なぜこんなところに。
これが最後の登りかな。結構ここ溝があやふやになってるところがある。あれ？ここじゃないか。あ、もうすぐ金沢峠だ。あ、舗装復活した。てか舗装路に合流したのか、これは。あ、なるほど。そうか、さっきの、柴平峠に右折したところをまっすぐ来たら確かこれ出るはず。
で、すぐそこが金沢峠。あれ、最後の登りもう終わったのかな。こんなもんじゃないはずだけど。これか。見晴らしないな。何にも見晴らしないな。こんにちは。あっちが金沢峠か。一応行ってみるか。よし。何メートルって書いてないな。よいしょ。どれなんだ。地図上ではすぐ目の前のはずなのに。あれ、ここから下ってる。で、金沢峠って文字はこの辺りにある。これなのかな。あそこから先は階段じゃないか。これで金沢峠に来たことしていいのかな。昭和のウェイポイントじゃないけど GPS に登録されてるポイントはさっきの車道のとこだ。まあいいか。ああもう17時過ぎ。この辺が多分金沢峠。それか登山道の金沢峠が別にあるのかな。こんにちは。はい。ルマンが降りてされる道があるんです。どうですかね。地図で見るとやっぱ下へ20号線降りるにはこっち行った方がいい。安全だったらこっちの方がいいよね。あ、こっちですか。こっちに行くと杖付き峠があって、こっち上がってきた。あ、そうなんですか。うん、でこっちへね、こっち行くと入笠山行っちゃうかね。入笠山、こっちでも入笠山方面はなんか今工事中で行けないらしいんですよ。あ、そう。20号に戻るんですよね。ええ、ちょっとこっち行けるかどうか。あ、すいません。すいません、私も初めてなんで。あ、私もこっち行って茅野に降りて今日でこれ袋詰めして電車で横浜に帰ります。すいません、ありがとうございました。じゃあ気をつけて。すいません。まあでもそっか、車だったらまだ後戻りもできますね。はい、じゃあ気をつけて。この辺りもこの国土地理の地図で見ると舗装かどうかはわからないから何ともお答えできませんでした。あ、舗装路の下り楽だな。あと建物久しぶりに見たような気がする。あ、これが千代田湖だっけ。っていうか池って感じがするな。
なかなか趣がありますね。というかちょっとゴルフ場みたいだ。あ、でも地図で見るとそこそこでかいな。千代田湖。パノラマ撮影。あっちの方で木が反射してるのがいいな。で、杖月峠まで。この橋は怖いな。下見えてるし。あ、こっち側にも湖続いてたのか。うわあ、ぶれるぶれる。高遠地の右側が地のか。地の諏訪方面17キロ。地のだったらそんな離れてないはずだけどな。これ上りか。
これがやっぱ最後の登りだったのか。お、あの辺りがピークかな。木の向こうに空が見えてるから多分あそこを抜けるはず。まだ回るのか。おっと、あ、五六章なのか。そこかな。バンダナのパサパサ言ってるのがマイクに入る。この舗装路はなかなか、あ、デコボコ、デコボコひどいです。ここの舗装路下るときつい。少し登るのか。でゴルフ場の建物らしきものがあってまた下り。ん？途中の変なとこ通るな。なんだろうこの地形は。
光線まっすぐ突っ切ってる。よいしょ。中央のなんたらカントリークラブ、これ抜けられるんだよな。なんかここの坂が妙につらい。うわ、もう5時半だ。お、メロンだ。待ってみる。この坂きつい。と暑い。
終わりかな。なんでこの坂こんな辛かったんだろう。まだ汗が引いてないな。あ、鹿だ。これでも忘れたな、数は。向こうの方に2頭います。あ、逃げた。で、またこっち見てる。あ、3頭いた。ってことは今のは警告音かな。あのキーっていう鳴き声は、キーっていうかピーというか警告音というか警戒音か。
あ、もうすぐ、文具じゃなくて清月街道だ。あ、ここに出るのか。確かこれ、なんだっけ、なんかよくわかんない建物がいくつか建ってたあたりじゃなかったかな。よくわかんないって言ったら失礼ですけど、そうそう、このなんか高床式みたいなのがあるところ、ここか。ああ、そうそう、長谷部アジア、そうそう、アジアとかなんかそういう名前がついてるけど、ちょっと趣旨がこれだけだとよくわからない。長谷部アジア公園別荘地。本当に杖付峠のところに出るのか。じゃあここから放送してみるかな、電波があれば。ここだけ電波なかったら悲しいけど、どうかな。電波危ないけど一応ある、やってみよう。じゃあまず、あ、そうだ、 GoPro はもうこれ2時間以上録画することはないので、電源補助をこれで切って、ちょっとヘルメットハンドルぶら下げるんでグラグラします。よっと、まずはヘルメットにウェブカメラ装着。で、よっと、ああ、カメラのケーブルを横に束ねて、で、そう束ねたところの上からスピーカーにケーブル接続して、それからウエストバッグからの USB 延長ケーブルをウェブカメラにつなぐと。あとはこのGoPro 充電用のやつが邪魔にならないように適当にここら辺に絡めて、あ、こっち側にこうしとくか。で、この状態から、PC の方全然まだケーブルできてなかった。ケーブル類を PC に接続して、これはかけないと。
PC の方も充電いらないな。放送枠取る前にまずマイク切り替えますと、これ表示しといて、切断。なんか絡んでる。録音スタート、録音スタートで、音合わせの柏手を打って、あと一応映像多分大丈夫だと思うけど、念のため GoPro 映像の時刻合わせ映ってるかな。よし、手は取るか。え、月、峠、ガラ、チノと。これでまともに放送できなかったら悲しいな。こんだけ手間かけて。意外と遅い。アラート余裕でした。あと音が割れている。なんで？ん？接触か。うわ、ネットワーク遅いな。ロボさんは骨。ちょっと待ってください。いやー、ももちゃん。ももちゃん。言わなきゃよかったか。そういうお待ち。いらっしゃいませ。聞こえてないけど、つながれ。そしてまともに放送できろ。え、お
どうだろう。帯域は、いまいちですね。いまいちですね。ああ、遅い。降りるしかないか。降りま時す。間にしてこの風景。この風景一瞬ですよね、映像、い音まいが来ちたですのは。ね。わらわら。降ります。中年のアイドルロボさん。年のアイドル、そういう扱いやめてほしいな。傍から見てもみっともないし、ちやほやされること自体もみっともないし。電波だ。ここまでずっとあったのにな。ここは電波薄い。止まっちゃいますかね。まあ、景色がいいとこ行ったら、いらっしゃいませ。今ここ、そうか。途中どっかで切れたかな。つけ直すか。つけ直すか。今ここは別に帯域ほとんど食わないし。こつだけ。おはようございます。今ここ。いまいちですね、電波。あと iPhone ももう9%だからやばい。峠からちょっと行ったところが、これ市の境界線かな、市の市。そしてこの長谷部アジア館がやたら目立ってる。多分見晴らしのいいとこまで行ったら電波は届くんじゃないかな。バッファがラグありますね。こっちからの運営コメントもだいぶ遅れた。今杖付峠っていうところです。長野県茅野市の。明日休まないよ、休まないよ。いらっしゃいませ。とりあえず見晴らしのあるとこまで行こう。確か割とすぐだったと思うけど。宿取ってない。取るか。ここまで来る途中の林道というか、実は町道だったらしいんですけど、ずっと電波あったみたいです。どのぐらい太いか分かんないんですけど、少なくともツイッター見る分には全然支障なかった。来た来た、この辺りだ。じゃあ今日は茶屋の方から見るかな。途中の車道からも見えるんですけどね。あれまだか。あったあった。気温20度、意外と肌寒い。灯籠？なんだろう。ここですね。あれ、こんだけしかなかったっけ？見える範囲は。20より100円。やっぱやめた。いや、1回ぐらいここ入ってみよう。どこに泊まろう。真っ黒。どうだろうな。ちょっと。ポタファイを。つながれ。どうだろう、まだ電波来ないかな。すごくの方で見えるな。下りきる。ちょっとその前に。つながりました。ここは杖付峠の峠からちょっと下ったところにあるお茶屋さんとかの駐車場のところなんですけどね。おお、揺れるなこれ。今朝のタイムシフト。もやちょっとかかってましたかね。2人だけのところに私が侵入します。
きました。これですよ。で、霞んでるな結構。わいっと。あと途中の車道からの方が綺麗に見えるような気がするな。あ、でも諏訪湖はあそこからだと見えなかったっけ。これです。これが100円の景色。こんにちは。お、こんにちは。3分前の出来事が。あ、じゃあリロードお願いします。お願いします。コメント打たなきゃダメか。ちょっとコメントを一旦打ってから。お疲れ様です。和骨です。いらっしゃいませ。帰り特急ですか。特急にするかな。あ、下の席。あ、そんな遅れてないな。まあでもリロード、ね、が、い、まあ、どのあたりから152号に降りたんですか。152号が杖付街道ですかね。金沢峠っていうところから下ってきました。ああ、だいぶ霞んでるな、放送でも。よく見えないな、これだと。まあ、とりあえず今回は、茅野高原のパノラマを見たので、向こうに見えてるのが、諏訪湖ですね。前、これ朝登るとき見たのが一番綺麗だったな。これ、下は、あずさとかが走ってるのが見えるんですよ。なまる？スマコ。152号は長野県で一番長い国道だっけ。え、そうなんですか。アップ開始しました。あ、さ、もうこの時間から。あとちょっとズームで少し見せます。お見せいたします。これやると GoPro の方と の格差ができるんだけど、この戦いは血の死骸。こうか。ああ、ダメだ、よく見えないな。これか。これが高速道路かな。鳥さんが遠い。早いな。見えますかね。見えます。見えますよね。ああ、今ちょうど車通ってないあそこ。あ、友人とありがとうございます。で、向こうが、これですね。ちょっとチラチラしてますけど、これが諏訪湖の方。さすがに今回は秦野さん登場しなかったね。秦野さん無理すぎる。ペヤング食いながら見てます。あそこ流れてる川何点だっけな。熊野市川ってどこだったっけ。その道路を走って帰るのですね。走って帰んないよ。山田電機見えますか。山田電機どこだろう。おお。今の曲はなんだ。こんな感じです。まあこんなもんか。夕方だしな。しかもなんか霞かかってるし。ロックオン。あ、さっきのあれか。真ん中のマークがあるからかな。ゴルゴですね。ゴルゴ、ほんとデジカメでよく結構ズームできるもんですよね。じゃあ、タイさん。ロボさん、明日月曜日って知ってましたか。明日月曜日、よく知らなかった。実はそうなんですかね。そう、稲がめです。途中、車道から見た方がもっと下の木がなくて見えたような記憶があるんだけどな。前は、反対側の山っていうと、どこだっけ。ああ、向こうってことか。そう、茅野から北に登ったことありますね。あの、霧ヶ峰に向かって。で、すみません、その後のコメントを聞き逃した。勘弁。もしくしない。帰る。休日ゆっくりしない。休日すいません。日野駅八王子方面19時5分。19時5分。長野の自転車仲間。いらっしゃいます。初見さん。そう、霧ヶ峰、本当に霧ヶ峰のあの宣伝看板立ってましたよ、霧ヶ峰に。まだお宿。あ、そうか、これ戻ったからまた繋がらなくなるかな。第27くらいにランクインしました。ちょい待ち。こっちのが残ってるやつだ。テラコッタっていうのかな、この焼きタイルみたいなの。テラコッタ、あ、これですか。これなんか印刷してある模様じゃないのかな。違うかな。これ本物なのかな。よし。暑さですか。そう、暑さで帰りたいです。
あ、帰りたいですか、帰ろうかなと思ってます。どこ行ってもそんなに変わり映えしないね、うん、変わり映え、そうかな、そうかな、止むと止まるだろうな、ちょっと下ります、また。あ、戻った戻った、いや、またちょっと道に戻ったら切れると思います。なんだあのトラクター、途中見晴らせる場所もあるんですよ。車だったらちょっと路肩に止められないんで、車だとなかなか見るのが難しいところがあるはず、あったはず。ロボさんお久しぶりです、こんにちは、ジェフ坊。ん、あ、こんにちは、ジェフ坊さん、ジェフ坊さんはすいません、米あるけどじっとに向かってるの、うん、じっとに今は、今日はこれからあの茅野駅に降りて、そこから特急で帰ります。特急かな、特急だろうな、社会人として。あれ、あれ、ここじゃなかったっけ、もしかして柵ができてるような、気のせいだろうか。お昼は何でしたか。お昼はですね、フォー、ベトナム料理のフォーをなぜか食べてきました、高遠ってとこで。あの、なんていうのかな、お祭りじゃなくて、あれな、なんていうんだろう、まあフリーマーケットみたいなとこで、あのフォー屋台で売ってたんで。あなたから、あれ、今の柵の中のあそこか、もしかして前景色見たのは、もしかしてあのさっきのあの駐車場のとこの展望の価値が下がってしまうので塞いだとか、そんなことあるのかな、それとも勘違いかな。電波切れてるっぽいかな、どうかな、この辺りかな、あ、この辺りかかな、ここだっけ。2人、ちょっと寒いです今は、すれ違ったてこの今の車の人ですね。いや、でもこの景色ともちょっと違うな。で、映像は来てるってことですかね。溝走り、溝走り溝走り、なんか脊髄反射的な言葉だな。いい景色、いい景色。もうちょっとこれですね、あの朝とかだったらくっきりしてて綺麗なんですけどね。ただいまない下り坂、下り坂、いや、ここでもないな。まるで人生のようだ。それか、ここだったのかもしれない。まあちょっと、うちしろなんか色が霞んでしまってるんで、やや残念ですね。今すれ違った、今すれ違った、あの車の人ですね、いらっしゃいませ。おけいけいけ、あ、いらっしゃいませ。この先片側通行。お、スピーカーのコネクタか、ん、スピーカーの、あ、なんか映ってます、ウェブカメラに。あ、コネクタが男性の話かな。そう、この間サインツーリングしてる時に、サイン、サイン、うん、してる時に断線しちゃって、面倒でしたね。あ、大丈夫ですかね。景色、本当はもっといいんですけどね。まあ時間が時間だから仕方がない。ん、青いの、青い、左は、そうですね、危険は下りの方がありますね。公園名物ベトナム料理、ベトナム料理食べてきました、美味しかったです。あの後あのランチパックも食べて、今そんなに腹減、まあそこそこ減ったかな。 あと今日通ってきた林道は、あの砂利道25キロ
砂利道はやっぱりそれなりに辛かったです。あと思ったほどの景色がなくて残念でした。民族舞踊あれすごかったですね。後ろから見たらなんかみんななんか取り囲んでるのかと思ったら実はあの人たちがダンサーだったっていう。茅野のどこがゴールですか？茅野、茅野ですね、茅野。あれ茅野と茅野って同じよ、どっちも同じ感じだっけ。茅野駅です、茅野駅。初見です。あ、初見さんいらっしゃいませ。バイクってことは、うん、どういうんですか？タイヤはこのぐらいです、1.5 インチ。今始まった。ん？あ、18時か。おー、良い景色。ちょっと待った、ずれてますね。ラグありますね。電波弱いな、やっぱこの辺りだけエリアに忠実に。あの今日通ってきたあの砂利道はなんでかずっと電波ありました。放送してりゃよかったのか。すげえスピード感。スピード感そうですかね。ウェブカメラだと画角が狭いからその分スピード感が出るのか出ないんだか。順調。いや、もう1時間ぐらい早く着くだろうなと思ってたんですけどね。上りかつ砂利道はやっぱ辛いです。あと下りも砂利道だと気をつけてないといけないんで手に力込めて。なかなか次に来るときにはこっち側から登ってであの砂利道を下っていくような感じの方がいいのかな。あと細かいアップダウンがいっぱいあるんですよ。尾根道をずっとただ登って下ってかと思ったらそうじゃなかった。ルーターをルーターというのはネットワーク機器のルーターのことか。実際なんかアンテナを でっかいアンテナとかつけて、ああいうのは利得を増やすっていうのかな。対策とかやって電波をキャッチしやすいようにしてもよければいいんですけどね。でも違反でしたよね。ゴムのチェーンのアルベルトとかかな。あれは錆びなくて本当にいいんじゃないですかね。ゴム自体が劣化しなければ。当然そのあたり対策はそういう素材でできてるんだろうから結構いいんじゃないですかね。あとは力の伝達ロスがどんぐらいあるかなのかな。雨降らなかったですね。もうちょっとずっと晴れてるかと思ったら昼どんぐらいだろう、3時とかぐらいかな。わあ、道は今日のところは私は今日砂利道走ってきたんでそれどころじゃなかったです。あと今日通ってきた道は鹿がいっぱいいました。全部で10頭ぐらい見たかな。1回だけちゃんと写真に撮れました。とあの遠くからだけど鹿はまず一旦逃げてで遠くからこっちを観察するんですよ。その時点で撮れる。なんとかじーっと見てました。私が写真撮ったやつは死のリアトツいいかな。リアトツ、あ、いいですよ、いつでもどうぞ、どんと来い。よっ、ただまああの何かできるかっていうと何もできないですけどね。こんにちはって言ってあの名刺を渡してまあ時間がタイミング合えば飯とか一緒食ってそんなもんかな。この間長野の国民走ってたらノウサギが飛び出してびっくりしたよ。ああ、ノウサギいいな、見たいな。私はまだ野良ウサギ見たことがない。市街地に参加しました。あ、でも中山の市街地ってなぜか野良ウサギかなんかわかんないけどあの四季の森っていうところの近くにの道あの路上にウサギがいました。あ、良くなりましたか。そう、途中からエリア内に入るはず、フォーマの篠駅周辺はさすがに電波あるはずなんで。あと、どのくらい、あと20分ぐらいで着くかな。もうちょっとかかるか、30分はかかるか。下るだけとは言っても、確か一旦国道まで降りてそこから茅野駅まで少し登らなきゃいけないんで10時間に、まあそれなりに30キロ
砂利道だとこんな出せないです、全然。うっかり滑ったらもう転ぶんで、いつも砂利道から出るたびに舗装道路と結婚してとか思いますね。砂利道が好きな人も多いんですけど、やっぱり舗装道路は偉大だな。あと2、30分ぐらいだと思います。多分前来た時はどんぐらいだったかな、登った時だから比較にならないな。しかも途中で神社でサンドイッチ食って朝ごはんにしてたし、神社でサンドイッチ売ってるわけじゃなくてコンビニで買っていったやつですけどね。神社の境内にお借りして朝ごはんを食べてました。タイミングベルト、ん？タイミングベルト。鹿でした。いっぱい見ましたよ、今日本当に。あとあの鹿の、多分あれ警戒音だと思うんですけど、なんかピーというかキーというか、そういうなんか鋭いあの鳴き声を発するのを知りました。振り返りは明日からですね、多分。今日帰り遅くなるから。今、例えば19時過ぎの、特急に乗れたとして、3時間ぐらいはかかる、うわから、夜10時か。なのでまあ風呂入って寝ておしまいですね、今日は。私と結婚してください。あなたと、あなたがどういう人かによります。あとあなたは私のことを本当に知ってますか。放送上で作られた人格しか見てないでしょう。タイト、そうなんですよね。もっと早く着くと思ったのにな。あの砂利道にすごく手こずりました。あのきつかったです。ほぼですか。それじゃダメだな。趣味は合わないから、それはちょっとっていうか、あのそうそう、前あの私が気にしすぎてるのかも知らんけど、ホモネタあんなにみんなが楽しむっていうのは本当にリアルの、そういうあのなんて言うんだろう、元からそういう性格の人に対しては失礼とかかわいそうとか、かわいそうは違うな。うん、いつ放送やってる限りはずっと出ませんね。あ、ここ見覚えあるな、カーブで。ああそう、ここで前イケメン、イケメンでしたね。多分イケメン、今時のイケメンな感じだと思うな。すごいな、ここで突受けるのは本当にびっくりした。さっきのリア突いいですかはですね、半信半疑よりも一信三疑ぐらいだったかな。25% ぐらいしか信じてませんでした。ありがとうございました。出た、すごいな。うん、勝彦名刺です。名刺、あ、名刺、あれ公開してるデータは爽やかな、ニコながらしくない。もっとなんかあの合流したはいいけどどうしようっていうふうにグダグダしないとダメですかね。あーとか言いながら、いやそれは偏見だな。あなたが相撲を、私相撲はやったことないな。相撲キングの、相撲キング、すごいな。シートベルト、え、今のシートベルトあのせずに走っていったのが見えたんですか。そうそう、批判するもんじゃないよ、ないよ。関取が、いや関取で突されて相撲取りましょうって言われたら死にますって答えますよ。うん、いや今の人は平均的な私の放送でのリスナーさんじゃないです。若すぎ、しかなんだっけ、30代以上が 80% だったか 90% 以上ですよ、私の放送は。ロボさんリスナーは変なやついるんでしょ。うん、変なというのが悪い、悪い、ん、いや、そのシート本当にしてないのが確実に見えたんだったらあれですけどね。なんかあったかいもんちょっと飲みたい感じなんですよ。で、大道のブレンドコーヒーは売り切れ。無糖コーヒー今甘い方がいいな。なんか迷ってたものと同じだ、迷ってたもの、そうかもしれん、配置が違うだけですね。ありがとうございます。
あ、ありがとうございました。ありがとうございました。今向こうの方でコメントしましたね。それ向こうのそこら辺で、その市民、今の車のナンバー見たけど言わない方がいいような、特に。あ、お疲れ様でした。デミタスコーヒーでちょっと温まっておきます。結構寒いんですよ。仮面サイダーとか今のこの気温じゃ無理。さっきは20度って出てました。んこのタイミング、ああ、きすびれた。ん批判に、ああ、すいません。あ、午前から、ありがとうございます。よいしょ。若いから飲みたくなっちゃったんだね。しかも下りだしな。ロボさん、お疲れ様です。登り道は楽勝でしたか？あやたかがない。登り道は予想外にきつかったです。デミタス来た。ああ。礼儀正しい。あったかい。なんかそう、突射さんをあんまりなんかいじらないように、いじらないように。うん、年齢はロボさんの半分くらいかもしれないね。半分かそれ以下かもしれないですね。お疲れ様でした。まだゴミ箱先に確認するの忘れたけど、あってよかった。うん、若かったね。若かったですね。若かったですねって、今ほど放送を見てるに違いないのに、すでに距離を置いたかのような。うん、曇ってるからも暗くなってるの早いですね。うん、年齢的には多分息子としても通用するな。今回このランクインしました読み上げもやめとこう。気にしないで済むように。お金が何？このサインよりも悪部。じゃあロボット総選挙で、総選挙でいいんですだっけ。あれはそもそも AKB 総選挙というのは何やったのか知らない。その48人の中から、いや48人じゃないんでしょうけど、AKB48 の中から大統領とか総理大臣とか選ぶための選挙ですか、それは。総選挙は。そんな寒いの？それかあれかな、議席を、奪い合う選挙だったのかな。ロボット総選挙で、博多エサで、最初の最初だったね、わらわら。うん、うん、リスペクトする選挙です。なぜ私がおっさんだと分かった？チートとすると危険です。ちょっと待てよ。あーと、ん、だいたいこれは何、あ、もう終わりですかね。もう30分経ちました。じゃあ次役取るか。ちょっと待てよ、あの気温はなんだ。寒いと思ったよ。ただいまの気温6度。寒いよ、ちょっと。あ、終わった。寒いよとか言ってる間に終わってしまった。6度。もう一枠いきます。ちょっとこれは。大丈夫かな？バッテリー持つかな？今のバッテリー残量が 65% までいけるな。枠取り。再利用で。なんか30分ぐらいで着くと思ったら全然まだ下り自体が終わってないな。確認する。放送開始。枠が取れたよ。アラート余裕でした。テンポ良くなってきてますね、そういえば。どういたしまして。そう、一般枠でございます。タイミング悪かったので。いけいけ、いった。
さて、いらっしゃいませ。で、あそこにですね、あ、気温が消えた。ビッグデームさん、いらっしゃいませ。気温消えた。つまり計測不能になった。あ、いらっしゃいませ。さっき6度で出てたのが温度が消えてる。気温のとこだけ表示がなくなった。なんでよ。あ、出た。あ、消えた。出た、6度。見えますかね、6度。6度ってまた出ました。通りで寒いと思ったよ。ってさっきも言いましたね。また消えた。なんか6度がおぼつかないですね。6度が。6度は寒い。冬の朝かよ。お、いらっしゃいませ。今標高は840メートル。明日は休みではありません。明日はお仕事です。え、13度。13度もかなり低いですね。本当にこっちの方の地の速度ですよね。あ、停車してから。まあ寒いことは寒いんですけど、6度は絶対ないな。6度ってことはないな。そう、自転車日より本当に今回週末そうでした。あの夜景と朝のあの景色が見られたのは本当良かったな。茅野高原の下ってきてもうすぐ着くと思ったんですけどね。標高差、そうか、400〜500メートルあるんだっけ。ここ末月峠からすぐ下るかと思ったらそうじゃなかったな。新幹線は星はこっちは来てないので、電車はですね、特急あずさに乗って大人的に帰ろうかと思ってます。2時間差を2000円で買う。誰かと、そうですね、心がこもってない。そうですね、振り返りは明日以降です。ちょっと明日もできるかどうかはわからないですけども、今日はちょっと無理っぽいです。1000メートル、そうか、100メートルで 0.6 度って言いますよね。大人料金で、イエス、大人料金、一発ひらーめんっていう、そういうなんか自虐的な名前のラーメン屋さんがあるのかな。あれ、道なり下ってきたけど予定ルートからもう外れたな。もうすぐ2周目に突入しますね。ん？ 2 周目、ちょっと待ってください。そっか、途中ショートカットして右に抜ける道があったんだな。そのままビーナスライン行きましょう。ビーナスライン行くか。右ですね。渡っとこ。そこは秋葉街道じゃないよ。秋葉街道じゃないですね。あれ何これは、なんだ、右ですよ。このなんかネズミ男と鬼とメスを足して割ったような貧乏神は、貧乏神神社併設味噌工場。貧乏神神社わら何ですかね、この何かを足して割ったような、わら顔なし、これはこれでいいですね。神社わらわら味噌見学工場貧乏神神社。貧乏神神社を併設してる意味は 何があるんだろう。でもまあそれなりに面白いですね。ちょっと見てみたくはある。最終、ああそうだ、暑さってそんなに遅くまでやってないんですかね。19時だったら今からで、ああ間に合うかな、間に合うよな。さっき19時5分っていうあの時刻のコメントいただいてたのは、あれは鈍行の方ですかね。鈍行だとこっから4時間以上5時間かかるんだっけ。八王子まで、マリオさん、いや引退というわけでは特にないと思いますよ。ただあのマリオさん放送しないんですかみたいなのをずっと言ってると、マリオさんに迷惑がかかると思うんで、特にそういうのは言わない方がいいのかなと私は思ってました。私はね味噌味噌。ああ今日は結構体力使い切ったな。最後あのゴルフ場があって、そこが山になってるんですけど、自転車で勘弁。
そこ越える時はえらい辛かった。標高差40ぐらいしかないはずなのに、はあ、はあはあ言いながら、なんか妙に辛いなって言いながら登ってました。というのがゴープロに収められています。うん、あ、スーパー暑さか。スーパーって高いんでしたっけ。まあ多少高くてもいいか、早ければ。スーパー暑さは本柱の、あれはあの時通った道は茅野だとどこ通ったんだか、そうか、茅野に着いたんだから。あと御柱じゃなくて、私の時には花火大会でマリオさんと一緒に走った時ですね。諏訪神、諏訪神ってグア神みたいだ。どうでもいいですかね。で今駅に向かっているところです。疲れたのか。本当に単純にまずかったら一回食べればもういいかなっていうふうに思われるのかな。もう着くはずです。スーパーツアーが19時序盤なんですかね。まあ19時には乗れるように頑張ってみるか。あ、8時半意外と早いですね。まあちょっと風呂に入ってから帰ろうと思ったんですけど、もうなんか時間的に辛そうなんで、あ、普通でどっかのトイレで手と顔洗ってタオルで拭いて、うん、あーすみません、今聞き逃した重要な情報、すみません。よろしければもう一度お願いします。こうやってコメントが、そのコメントがあるたびにヘップシとか言いながら、19時5分、あ、よかった、ヘップシって言ったらっていう、そのタイミングでちょうど今19時5分ですね。ありがとうございます。コミュニティあったらいいな。19時5分ならもう楽勝ですね。トイレで十分思う存分変わられる。てか夕飯食えるかな。夕飯食えなかったら駅弁か何か買って持ち込むか。田んぼに飛び込み、田んぼに飛び込み、いらっしゃいませ。前奥から、ありがとうございます。楽勝は、うん、そうですね、私もそう思います。あ、36、スーパー、あ、2時36分のが最終ですね。19時5分のやつが駅弁、元気会弁当っていうのがあるんですかね。見たことあるかもしれないけど、うん、あ、その1780円、安いな。私朝八王子から茅野まで買った時には2200円ぐらいでしたよ。指定席ですけど、自由席のかな。あと意外と暑さっていっぱいなるんですね。うん、林道無事制覇したけど思ったより景色なかったです。まあもういいかな。逆側から下ることはあるかもしれないけど、もう一遍あの道を同じルートで走ることは多分ないな。尾根沿いだから両脇に景色があるかと思ったらそうでもなかった。小渕沢あたりで弁当はなんだっけ、あれか、なんかお茶が陶器に入ってたりするやつかな。お仕事 IT 系、うん、トムトム、うん、はい、八王子19時5分のに乗ろうと思います。冷凍みかん、その新幹線の車内販売的な話かな。あの氷がみかんの形でパカッと外れるやつ。ん？そのでなんとか駅弁、お子さんまだいないんです、まだいないんですよ。という
今普通に本当に聞かれたんだったら悪いから言っときますけど、結婚してないですからね。電車から500円のお茶も欲しいね。あ、500円、わらわら、ちょっと待ってね、少し、てか風呂入る時間あるかな、ギリギリすぎるか。あと40分。200円。なんかそんないいお茶があるんですかね。あ、あの小淵沢の。小淵沢用紙に。永遠にいないこと誰が予想できただろうか。ないこと。こっから左で駅だな。お茶そんなに安かったっけ？半透明のパックに入った熱いお茶。半透明のあの。蓋付きのやつ、蓋というかあのコップ兼蓋付きのやつですよね。プログラミングはあんまりできないです。あ、ですね。そうそう、樹脂製のやつ。で、なんか針金みたいなんで、取っ手がついてるやつ。着きましたね。風呂は本当は入りたいけどな。夕飯に開いた方がいいかな。この時間に出発はしません。ああ、これ国道、昨日国道まで下ったときはだいぶ下ったけど、ん、どこに行ってきます。あ、美人歯医者さんってあれか、出雲大社か。そうそう、お世話になったって言っといてください。あの銭なんだっけ、銭箱だったっけ、銭なんとか歯科医の先生によろしくお伝えください。ん、あ、何時に八王子って。お、駅前の塾。私も菓子の塾に行ってたな。菓子縁付島、縁付島、縁月島か。私が知ってる縁月島は昭和で、黙って、うん、帰りてもうすぐゴールです。感動のゴールってわけじゃないですけど、私の旅行は最後に何か締めがあったり、そういう総括があったり全然しないので、途中楽しんでるだけです。スノーウェーブって知らないんですよね。そう、そういうのはないかなと思って、昨日昼ぐらい着いた時に探したんですけどね。始まって何事、砂利道を脱出してきて、白樺湖は北の方かな。今日の夜は振り返りはないです。さすがに今日はきつい、遅くなるし。寒天ですか。見てる。あ、ありがとうございます。ぜひ自転車旅行の、あ、今ここダメですか、また切れたかな。この後宴会も特になし、余韻に全く浸らない。何も、尻餅。昨日こっから下って右に曲がったんだっけ、じゃないか、もっと向こうか。前より駅じゃあっちかな。あ、いや、やっぱここ昨日下ってるな。塩羊羹、塩羊羹というのはちょっと違う。もともと防具なんていないのいか。ちなみに今どの辺ですか。ちなみに今は茅野駅の近くです。どのぐらい近くかっていうとこのぐらい。あ、あれか、高野豆腐みたいな餅のこととか。昨日昼ぐらいにここに着いて、自転車を組み立てて、あ、組み立てたのはあっちなんですけどね。被害者を、ゾンビ的な感じですね。よし、駅の自転車を組み立てたところに到着。あ、写真撮ってないや。到着したところの駅の写真撮ってない。で、撮る写真はここか。3分前、何3分前って、33分があるんですか。あと19時5分も乗れるかどうか分かんないですね。私もあずさりんこはなかなか雪出ません。え、でもこの辺りですね。んタイムシフト、あ、本当に消した方が良ければ消しておきますけど、それは構いませんが、どうせ
YouTube 動画に最終的にはするので、とりあえずあの 本人であるという証拠を出した上であの依頼してください。後で見せてね。後でプリン食べるか。じゃあとりあえずパッキングだな。いや消すというか、まあでも、うん、もう遅い。晒し上げ。いや本当にあの本人であるというのはすぐ確認できるんだったら今タイムシフトオフにしますよ。まだ間に合うはず。まずは用準備してからだな。週末の上り特急はゴムかも。ストって世界中のネットで。とりあえずじゃあですね、本人かどうかの確認のために名刺に書いてある秘密情報を教えてもらおうか。名刺のですね、名刺のあなたが受け取った名刺の文字が書いてある面の文字が書いてある面の小さな字の裏面って書いてある横に書いてある文字を教えてください。あグルポ嘘です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。不正解。さっきの名刺の裏面っていう文字が書いてある面の小さな字の裏面っていう括弧で囲った文字の横に書いてある文字列を教えてください。それが正解したらタイムシフトオフにします。ドムドム谷川違うおライフライン使う。ちょっと待てよ。4010をドムドム閉店したのか。胸今なんか聞こえたな。もう一度お願いします。もう一度お願いします。さっきの判決で決めない。もう一度お願いします。今のタイムシフト後であの GoPro にするんで。いやあのいいですよ。もう一度お願いします。もう一度お願いします。今正解が聞こえたと思う。どうぞどうぞお願いします。松本ゆきだってもう一度お願いします。俺の過去を消して第25くらいにランクインしました。もうなくしたのか笑う。今聞こえたと思うけどな。どうですかね。まあでも一応消しとくか。あなたの黒歴史も。ですねあこれどうすればいいんだっけ。難しいな難しいな。そうか放送しながらだと難しいな。まあいいや、あの後でとりあえずあのタイムシフトは止めておきます。見られないようにしておきます。この放送が終わったらっていうかあの嫌がらせとかしたらもう本当に今後タイムシフト残さなくしたりしますよ。私はあの嫌がらせ互いに嫌がらせとかしないように。よいしょ。冷たい。最終的には見られるようにしますから。よいしょ。でもさっき本当にあの正解聞こえたんで多分そうだと思うな。よいしょ。よし、硬いよ本当に。じゃあですね、じゃあ免許のそこだけカット。だって皆さんがそのシートベルトがどうとか議論し始めるからですよ多分。なので、そうネットはそういうの怖いですからね。SPD ペダル、ん？ペダルは外さないですね。飛行機に乗せるときは外す。もうだから批判し合うなよ。ちょっと待ってください。出力を PC の外部スピーカーにして音量上げて。じゃあここからは自転車あの袋詰めするにあたって声はほとんど入らなくなりますから、とりあえず映像だけ流しておきます。こうして
て、そしてじゃあ、マイクはこれで一旦離します。あれ流れ、あの音出てないな。こうか。シートベルトの点が怖いんですよ。シートベルトですよね。わかります。嬉しがる気持ちが心にあるのが嫌なんで、できれば言わないでほしい。外さないと、あの縦型リンコ袋に入らないんで。初めてやったら最初は手こずります。で慣れてどんどん速くなる。でもそうか、ペダル外さなければそんな手こずらないと思う。あ、こっちありがとうございます。このタイムシフトも消したけど、よく考えたらさっきの枠は結構止まってるとこ多かったから、それもあって。あとタイムシフトってそんなに見ないんじゃないですかね。だってリアルタイムでやり取りできないし。結婚してたから、ね、だからそういうこと言うなら生々しいこと。インナーにしてるとチェーンリングが剥き出しになってリンコ袋破れませんかね。以上。
汚れますけどね、見えないか、暗くて見えないな。なるっていう人とそんな大きいのかっていう人いますね。この後放送やめてからヘルメットを入れるので、手際良かったらっていうのと、あと普段ちゃんとあのホイールとか綺麗にしてれば汚れませんね。で、あと何分なんだ？あと1分か。髪の毛？ん？スパイ灯が。あと1分ですね。緊迫感がない。そうですね。だって19時5分まであと20分ありますよね。どうしよう。まあ。あの朱印っていうのはそのあっちの方の朱印か、御朱印の朱印じゃなくて、ボサボサだってヘルメット1日かぶってたし、あのバンダナもかぶってたんで。じゃあこのあとヘルメット、あ51分、あーでもちょっと厳しいな、19時5分でいいかな。ありがとうございます。そうですね、まず近くのトイレで消用を済ませて、手と顔の汗を全部あのベタベタしてるのを洗い流して、でその後夕食ここで食べられるのが間に合わんかな、やっぱり駅弁か。うん、じゃあありがとうございました、お疲れ様です。うん、延長というかこれあの一般枠なんで、また駅そばでもいいですね、あったかければ。お、じゃあお疲れ様でした、またいずれ、またいずれ。席あると、そうなんですよね、本当にあるかどうかわかんない。あ、指定席空いてた、よし。じゃあ GoPro の方もこれで止めたいと思います。最後に音合わせした方がいいよな。ありがとうございました、ちょっと待ってくださいね。あ、そうだ、ここでありがとうございましたって言ってからその後でやりゃいいんだ。うん、じゃあありがとうございました、 GoPro の映像もここで切ります。
さよなら。では。